この映画で一番語りたかったのは、えー、自分のことより人の気持ちを優先的に考えると人っていう。 ところを一番重視して作作った作品ですできれば台湾のお客さん、そしてまた日本の観客の皆さんもそこを理解して何か感じていただければと思います。ありがとうございます。今日我最後に今日我非常非常ハンフェイスハン開始の試合を開始

えー、誕生日になりますで、えー、それは、えー、この2人の元の奥様亡くなってる役ですけどその奥様のモデルになった方になります、はい、ありがとうございます、はい、続いてあのお父さん役のリュウ・グアンティンさんご挨拶をお願いいたします皆さんこんにちは私はリュウ・グアンティンですあ、やんかいしん来だと京ちん んがさありがとうございます、えー、東京国際映画祭に、えー、来れてとても嬉しいです。でまた今日、自分としても今日この映画を初めて、えー、最後まで見ました、えー。で、皆さんと一緒にこの映画を見れたことを嬉しく思います。ありがとうございます。ありがとうございます。 あの他にもあの皆様にメッセージあったら今おっしゃっていただいても大丈夫です。も過、那个对观众有什么想说的话的话，现在可以说一下。<嗯>先介绍わ、はい、かりました。次行きましょうか。はい、はい、続いてバイルインさんお願いいたします。皆さんこんにちは、バイルインです、えー。東京国際映画祭に来られて嬉しいです、えー。みんな感動しましたか？ えー、次みな <laughs> さんこんにちは私はゆジにです私は灰皿で頭を亡くなれたひじです <laughs> 東京国際画祭に参加できて本当に嬉しいですで <laughs> <laughs> ありがとうございます はい、ではあの時間限られておりますので、早速皆さんからの質問に移りたいと思います。質問のある方、あの大きく手を挙げて手を挙げたままでいらっしゃいお願いいたします。えー、素敵な映画はありがとうございました。ちょっとまだぼーっとしてるんですけども、最後のシーンがあって本当になんか救われた気持ちです。で質問は？ あの主演のダブル主演と言っていいのかあのバイロイン君とリュウ・グアンティンさんあのリュウ・グアンティンさんはあのシングルファーザーの役今回で3回目だと思うんですけども <laughs> 知るりあり。<coughs> あの ずっとこう社会の落語者をやらせたら本当に彼 <laughs>、えー、ピカイチという印象を持っておりましてあの今回、この役に彼をあのオファーした理由とあのバイルイン君も,もう子役からずっとあの注目の子役さんだった今回もう主演として見事に、えー、小学校高学年のでも一人の,のお父さんを守る子どもというところを演じて。 くれたなと思って感動してるんですが、このお二人をえっ、ー、とキャスティングした理由を教えてください。あ、それは監督にですか,ですか、えー。キャス、あ、そうですね。監督キャスティングなので監督にお伺いしたいです。然后追后关婷新风酷爱啦，然后明年当嗯当新手爸爸加油。あの

的角色可能是第三次吧，这一次是应该是第三次的。那他觉得这个说法是不好，当时就是如果演了社会的失败者的父亲这些角色的话，你是演的全球最最好，觉得是全球最好的一个演员，这么想的。呃，还有一个呃，白少年，你也是，就是他看着就是你从小。 哎、呃，当演员，那这一次就是哎、呃、演了演、呃、演那个保护爸爸的一个儿子的这个角色啊、呃，这一次他觉得你这次演的很棒，哈。那谢谢、呃。那那个他是其实他想问的是对导演，<laughs> 他说为什么你把那个选角选了那个这个两个人呢？嗯，演员的选演员的选择对对对是吗？嗯、哎，我跟。 我跟冠廷以呃之前有拍合作过一个短片，那那个短片合作的经验我非常喜欢。冠廷拍过非常多不同的角色，呃，有时候他演的是很凶的人，有时候他演很叛逆的人。我不要说太长，对不对？<laughs> 对不起，你先说。 えまずこの二人を選んだ理由の一人がまずリュウさんですけれども、以前、リュウさんとはショートフィルムを一緒に撮ったことがありまして、で、またリュウさんは本当にいろんなキャラクターを演じたことがあるんですね、怖い人から、弱い人から、いろんなキャラクターを演じたことがあるのが非常に監督はまず気に入ってたと。個善善良良人当

書いた内容よりは年齢的にまだ若かった、もっと上の年齢を考えていたので、で、そこで、リュウさんと相談をして、え、最終的に彼に決めました。な、バイランイン、パンテピエ、パチーズチョン、ハンシャオツ、タイワンジョヨンドヨンツウ、ジンヨン。え、タな、<laughs> でパイ君に関してですけども、パイ君はもともと台湾で子役として、本当にたくさんの作品に関わってきていました。台湾では彼を神道と呼んでいます。この故事私は主角が死者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 が死

で本当に自分としてもラッキー幸いだと思うんですが彼にこの役をやってもらったというのは本当にラッキーだったと思ってます、えー、この映画で感動された方がいらっしゃるとしたらやはり彼の功績は大きいと思いますでもう本当に最初からもう彼らにやってほしいと思ってたんですけど幸いなことに彼らは受け 受けていただけたので本当にあの嬉しかったです。はいありがとうございます。今監督からのお言葉ありましたのでぜひあの劉さんとバイさんあのぜひあのこうどんな風に親子をた親子を演じるにあたりどんな風なことを大切にしたのかとか監督のオファーをもらった時の感想などお一方ずつお願いできればと。な劉、えー、さんさん君白少年。えじ、ーね <laughs> えー、ゃあ 想听一下啊？你们当时拍戏的时候，你们本身不是什么，就是父子的，但是就是演父子的时候，你们就是用心的地方在哪里？然后就是第一次导演找你们，哎、欸、，offer 你们，就是演这个角色的时候，哎、欸，感觉怎么样？嗯、呃，就在演戏上，就是白瑞妮也算是我的前辈、就是，我都看他的。 私はこのように行きたいと一応、えー、役者としては彼の方が先輩に <laughs> 当たるんです。よね。だに嬉しからあです。彼とあの一緒にやれたことがとても嬉しかったです。私は彼と一緒にやことがとても嬉しかったです。一こはでにに

特にあの建物ですよね、あの部屋のところに入ると、本当にあの自然とあの親子っていう感じが出ましたね。もともと監督の脚本が本当に細かいところまできちっと書かれてあったので、そのおかげで、とにかくもう現場に入ったら、あそこに入ったら、特別なんか打ち合わせをいろいろする必要もなく、自然と親子になれました。

舞台は90年代なのであの撮影が始まる前に、えー、携帯を使わずにあのルービックキューブってあの遊んでであの両ョー・さんと一緒に遊んでる然お就越来越 o u 先ほど日本語の部分があったんですけれども、あのえー、できるだけ90年代の、えー、舞台設定ですので、できるだけ自分が携帯で遊ばずに、えー、現場にあるリュあのルビックキューブとかで遊んで、でそれもあのリュウさんと一緒に遊んだおかげで、どん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 、えー、お互い慣れていくことができました。なお、なんか、お在でジュズをそう、イシエトゥテそんは あのルビックキューブが結構あの得意でそれであのいろんな人に教えてるから自分は弟子がいっぱいいるんですよねそのうちの監督もそのうちの一人であの監督にルビックキューブを送り教えたりしてました。 はいいありがとうございますユージェニ・リウスさんはルービックキューブを教えてはもらったんでしょうか何を言うか、めえー、有有ルービックキューブ。彼 <laughs> は<嗯>、タランで習慣していたので、彼は、あな私はそんなの遊ばないわよみたいなことを言ってたので、でもあの、かけてこっそりと遊んでたみたいですけど。因为魔 ルビックキューブは難しくてあの自分で一回も成功したことがないのであのだから映画の中では私はシャさんの,の,さんの、えー、秘書だったんですけれどもできればあのパイさんの,あの秘書になりたかったです。 然后在现场的时候啊，因为他为了要体会那个年代的感觉，他就那一那一段时间都没有用智慧型手机，他都在看小说，对。然后我就会跟他聊小说的事情。然后我觉得还有一点，他做的非常的让我很很觉得很,很敬业，是因为他刚好介于一个要变声音要改变的阶段，他那一段时间都不吃那种鸡肉，因为可能会有生长激素去影响到他，他就觉得非常的敬业，就是一些。 であの現場なんですけれどもやはり90年代を、えー、表現しなきゃいけないということでパイくんはもう一切携帯をいじらずにで小説とかを読んでた だから結構あのお父さん役の竜さんとはあの小説の話をしてたんですね。であのもうそこだけでももう本当役者としてプロ,プロ魂っていうのがすごいなと思うんですけどさらに言うとちょうど成長期なのであの声変わりの時期に入ってきてたので彼はできるだけあの鶏肉とかを食べないで喉を守ってあのなるべくこう声変わりが進まないように気をつけて。 食べ物も非常に気をつけてた。もうそこがやっぱり彼プロだなっていうふうに感じました。プロフェッショナルなお話でした。ありがとうございます。はい、続いてあの質問のある方いらっしゃいますでしょうか。と素敵な笑顔ありがとうございました。えっと立候補と立効主義とかあの分断が進む世の中で、あのぜひ。是非 すごいとても心にみる一作でしたでと私の目にはこの作品には明確な悪者がいないなっていうふうに映りましたであのオールドフォックスで狡猾な狐というふうに描かれているあの シェさんすみません <laughs>、シェさんもあの彼なりの理由があって今に至るというふうにあのしっかり理由が描かれているとか空白がすごくいいなと思って見てたんですけどあの悪者がいないもしいないようであればそのように書かれた書かれるにあたって気をつけた部分をお伺いしたいなと思いました。 跟就是，呃，为人着想的主义的这个呃想法的那个对比是好看的、呃。然后呢，想知道这个电影里面，他感觉是没有一个反派，没有一个坏人。那个至于那个很狡猾的，就是老狐狸，呃，谢老板，他也是其实有理由而就是就是做这这些行动，其实他也不是坏人。 那想问一下导演，你写剧本的时候，这里根本没有真正的坏人是這，是怎怎么样就是构想，怎么样写出来的呢？特别写的时候，小注意的地方是哪个地方？哎、欸，谢谢阿里的，我觉得这可能是我对世界的观察，或者是我对人的看法。 えそれはあの多分僕がこの世界を観察した時に得たものあるいは人を観察している時にあの得た感覚ですね。与其ー有好人坏人我更ワ得是ン、ウ我们ケン了这样做或ュエン那么做で一部のやっぱりいい人も悪い人もいて、一部の人はこういうことをやろう、あの人は逆の方向のことをやろうというふうにします。 もしこのストーリーの中にあの悪者いわゆる悪人というものを入れてしまったらストーリーが薄っぺらいものになってしまいます那那が不思我,我希望、也不是我喜の的 <laughs> それはあの自分も望まないし自分が好きな脚本ではないです我,正我更想要談 自分としてはやっぱりその人生の中で人が何を選ぶかによって周りに影響を与えたり、そばの人に影響を与えたりするっていうのがあると思います。私はトラントの教師を考えたりすることです。 で私が、えー、この世界を観察したあ周りを観察した結果としてあのそういうことがあると思いましたありがとうございますありがとうございます素敵な質問でしたはい次の方いらっしゃいますかね、はい、今回あのワールドプレミアということで拝見させていただきましたでエクセク,クティブプロデューサーの名前で放射線、えー、の監督の名前が出てるんですけども ホ、えーシャーシャン監督からは何かアドバイスとか映画を作る前とかに何か相談とかされましたでしょうかそんなエピソードがあったらちょっと教えてください。世界品

あの放射線監督がプロデューサーで入ってるんです。たた其实不管我 <laughs> 実際彼はあの僕のこと、ほったらかしです。ダンスはパーでも僕は怖いんですけどね。おめいつー、おへげた、おでじゅうぶん。めいつー、おぱいわん、ジェンジェー、わん、た、た、ええ。 の普段は脚本が上がった段階で、えー、見てもらったりそれから特に撮影が終わってポスプロで編集してる時に、えー、編集上がりを見てもらったりするんですけれども何か意見があればそれをちゃんと聞くし逆に何も言わなければもう引き続き自分の仕事をやるっていう状態なんです。但我很怕他

で彼は自分にとっては非常に大切な人ですね。であのー、作品のスタイルだけではなくて、人としてどう生きるかっていう部分も彼に教わりました。シェシェありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いての質問行きましょうか。いらっしゃいますかね。あ、あ素敵な映画ありがとうございます。あのえっ、ー、とこの映画を作成しているた時に、ハッと目、いろんな大変な思いとか楽しかった思いとか。 あ,あると思うんですけれども、あの1番記憶に残る政策プロセスの中の出来事がもしあればあのご教示いただけますと幸いです。すど,どなた全員ですか？皆さんにです。<員>あ、全員です。<員>はい、えー。他要問、うん。え、非常に。 啊、呃，非常感谢你们带来了这么好看的电影。然后呢，想问一下，就是在拍摄的过程当中有没有趣事，就是好玩的事情，或者是辛苦的事情？这些就是能不能每一个人就是是印象最深刻的事情啊？能不能讲一下？我觉得我遇到的最我我先说，我先说。呃、欸，我们在拍摄的时候被遇到的天气很不好。 那各位看到的整个的电影的风格一直在下雨，一直很潮湿，那不是我们决定的。我们原来没有这个想法，可是天气是这样，所以这是很辛苦的一件事。嗯、あの一番大変だったのは実はやっぱ天気が大変でしたよね。で、あの映画見ていただいてわかると思うんです。雨が雨のシーンがすごく多くて。 でも実際その雨を望んであの映画のスタイルとして撮ってたわけではなくてえ勝手に雨に降られちゃったものであのそこがちょっと大変でした我很後悔的一件事情是刚刚的故事里面有一章爸爸写给儿子的字条我让刘冠廷自己写这我很後悔 <laughs> あの映画の中で、えー、メモみたいなのをあの父親が息子に書い,てあの書いてやるっていうシーンがあったと思うんですけども、あれはリュウさんに書かしたんですが、それに関しては後悔しています。でも、今日 <laughs> の私たちは、私たちは、私たちは、大きいスクリーンで見たときにあの彼の書いた字はあんまりきれいではなかった。 だけどセリフの中で、えー、あの自転車屋さんの,あのご主人があの字を書いてくれとあんたは字がきれいなんだから字を書いてくれっていうセリフまで入ってるんですよねもし取り直しが効くんだったらあそこの字は自分で書こうと思います <laughs> はい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  でも、私はファンボーダーにするので、私は信じている。向こうからやりたかったんですけれども、監督喋っちゃったんで。はい。でも、私はスーファーをパイスをしていましは、私は私は何をしているかを知っているんですけれども、監督はダメだって言いますが、僕はうまく書けたと思っているんですけれども。私は彼の書き方を書いているので、私は彼の書き方を特い看い一下はいいはいい でも、今日あの初めてこの作品を見るときに、一応それ監督から言われたので、チェックはしたんですけど、でも、書いたものは撮影前に,事前,に事前に監督にチェックさせてるんですけどね。は監督にチェックさせているんですが、私は何をしてしんですか私は何をしてるんですか私は何をしてるんです。でも、私は何をしてるんです。私は何をしてるんです。私は何をしてるんです。私は何をしてるんしす。私は何をしてるんです。私は何をしてるんしす。私してるんです。私はしてるんです。私は何をしるんしんです。私は何をし 文字なんですけれどもあの自分の息子にあの書く文字なんで結構ただあの一個一個綺麗に書いたからといってあの読めるものでもないていうのはあのご自身のお父様も時々ここくれるんですけどバーッとこうつながった字で 慌てた字で書いてることが多くて何書いてるか分からなかったことが多かったのでもう監督に言いたいんですけれどもそうやって崩し字で書いたからって綺麗に見えるものではないですああ生ァーズンはど天い真的是天使天使天使因为ないです。私は一番良心天段那 <laughs> 是 先ほど監督も言いましたけどやっぱこの作品天気ですよね。とにかくもう雨が多くてこの作品の中で唯一リュウさん自身があの作品の中で自転車漕いでいくっていうシーンあそこだけが晴れだったんですね。であれも、えー、現場で突然じゃあこのシーン足そうって言って撮ったシーンなんです、ね。 哦，oh, 然后我要讲的也是一,一天的天气。嗯，<laughs> oh, 就是有一天呢，我们是要拍那个，刚刚有人看到我就是脸很臭，然后走那个街道，然后说什么要去什么西区的回收厂嘛。<laughs> で、あの自分も言うのはやっぱり天気になるんですけれども、あの映画の作品の中で、あの西区の銅のコンテ、あのゴミ捨て場みたいなところへ行こうとするシーンがあったと思うんですけれども。うん。あの、その1日、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 1

映画の中で作品の中でもそのどっちが西かっていうのこれわかんないんですよね。困ってたら突然ちょっと光が、太陽の光がちょろっと入ったので、もうみんな慌てて、早く早く早く,早く、あの今どこ行ったどこ行ったもう光が今あるから撮るぞつって、大慌てだったってことがありました。なお、ジョシ是ジョシーはですね、ジョシー、ウガンイザーカンのソールジュールのハウも

あの当時のね、ロケ弁が美味しすぎたために、食べ過ぎて太ったんだってことが後からわかりました。ありがとうございます。あの、とにかく、あの。この撮影チームのところっていうのは非常に、もう、あの。たくさんいつも、あの、差し入れとかが多かったんですね。ありがとうございます。では、お願い。 お願いいたしますあの。自分としてはこれ思った時き非常にあったかいストーリーだと思ってます。で、この映画の撮影場所っていうのはちょうど自分の,あの亡くなったおじいさんが住んでいた場所だったんです。 然后，其实我是秘书，我在收房租的时候用的笔，是我爷爷留下来给我的钢笔。那导演同意让我在戏里带着他成为林真真 Miss Lin 这个角色的一个呃温暖的状态，护身符的概念、嗯嗯。で、あのあの最初にあの要するに家賃を集めに行く時に、え。 チェックするのにペンを使ってますよね。あれっていうのはおじいさまの肩身の万年筆なんですね。であの監督にお願いをして、えー、っとこのペン使わせてくれって監督から ＯＫ が出たんです。いわゆる自分としてはおじいさまがそばにいて守ってくれているお守りのつもりで使いました。ありがとう。ありがとうございます。皆様素敵なエピソードをありがとうございました。<laughs>